中入れないんでね、歩いていかないといけないんだよ。500メーター、600メーターあるのかな、どれくらいあるのやろ。木、吹雪のか。あ、ここや、400メーターやで。400メーター大変ですよ、暑いからね。いや、誰も歩いてないね。あ、あと300メーター。ちゃんとベンチもありますよ。ね、ちょっともう朽ち果てとるけどね。あと200メーター。まだ150メーターありますか。あと100メーター。あれ。古墳時代のクスノキ、巨木。うわぁ、すごいね、これは。これ、これ、このね、石垣が、なかなかいい石使ってますね。古墳の中もこんな石でね、平たい石をいっぱい使ってあるんでね。今日空いてんだ。いい感じますよ、これは。どこ空いてんだかな。中でございます。ここは何でございますかね。ちょっと近代のものみたいよね。農具やな、農具。あれも農具やね。ああ、なるほど。選果機。大きさを選別するやつやね。なるほど、三段にね。これは埴輪でございます。古墳群のね、お、これがあるぞ。山岳内新住居でございます。和歌山も出てきたんだよね。この電気が切れてるんだよな、真っ暗や。埴輪。はい、これ銅鐸です。反対か、こっちが見えるね。銅鐸やね、銅鐸。いつ頃かね。1、2世紀。3世紀から1世紀。何使ったんだろうな、これ。祭りかね、やっぱり。金が鳴るようなことにも一応なっとるんやろうけどね。咲いたらグリーンになりますけど、この色は何だ、これ。錆びてないよとかね。形が酸化だね。銅鐸。これ、さて、そしたら、5分か回りましょうかね。一周すると1時間半ぐらいかかるんだね。
本郷が1、2、3、4、5、6、6基、7基。花木へ15分、ちょっと見まろうか。4基、1,500円、1,400円。中入れんのかね。あら、何もないかね。残念でございます。35分。80メーター。行ってみましょうか。どんな形してるかね、見てみましょうかね。議会は38度。36度ぐらいか。それでもこれ100メーターぐらいしか上がってないんで、あんまりかからんな。一度二度やね。全長約100メーター。県内最大規模の前方公園群でございますが。で、作り出しがね、ここに。ここにありまして。うん、まあ一応ね、作り出しが。今の風源もね、風源がね、いっぱいしてあるんだけど、東福田市和歌山市が一望できますね。形はどうだかな、これ。形はなんとなくね、なんとなくしょうがわからんな。切って見れるかね。見れないか。はい、資料館まで600メーター。下りばっかりやから早いやろ。これ今いたとこや。あと500メーター。105分、99、95分。